先週末以来の大気汚染物質が北京を覆っています。私の後ろにある高層ビル群もわずかに姿を確認することができるのみです。今日の北京の PM2.5 はアメリカ大使館が発表した数値によりますと、日本の環境基準のおよそ7倍にあたる250マイクログラムを記録しました。北京の日本人学校では大使館員が保護者に対し呼吸器への影響や対応策などについて説明しました。この場を離れることができなければ防ぎきれないことも多いのかなと。特にお子さんに関しての一番の不安というのは何ですか？先が見えないことですね。